こんにちは、のりたろうです。今回はアメリカの大手オークションサイトのヘリテージオークションで初めてオークションに参加してみましたので、今回の動画はヤフオクとかはやったことあるけど、ヘリテージオークションとかで、まあ英語だし難しいとか怖いという方向けの動画になります。結論としては今回は残念ながら落札できなかったんですが、逆に教訓となったこともありましたので、そのあたりもお伝えしたいと思います。私はコイン投資初心者ですが、いざコイン投資を始めてみるといろいろと気づいた点がありましたので、大事だと思った点について発信しております。まずこのヘリテージオークションというのは何かと言いますと、アメリカでほぼ毎週のように開催されている世界的な大手オークション会社で、コインだけでなくアート作品やアンティーク家具、コミック、ジュエリー、ワインなどのほか、大きな不動産のオークションまである超巨大オークションの会社です。試しに不動産というのは、まあ、サイトを見るとこんな感じです。カリフォルニアのプール付きのこういう豪邸ですね。こういうのがまあ100万ドルで、日本円で1億1000万円ぐらいですかね、今のレートで言うと、からオークションスタートといった感じのものも扱っています。まあ、このようにいろいろなものを扱っており、まあ、拠点はアメリカ各地だけではなく、香港、ロンドン、オランダなどにも拠点があります。これだけ世界的なオークションなので、まあ、偽物を捕まされる可能性は少ないですし、まあ、買った価格がですね、相場価格として世界中で参考にされるので、まさに相場価格で買えるというわけです。まあ、以前私の過去動画で相場の調べ方という動画で、相場の調べ方の一つとしてご紹介しておりますが、その他の相場の調べ方を見たい方は、一度ご参照ください。それでは早速買い方を見ていきましょう。まずはネットでヘリテージオークションと打って検索するか、もしくはアプリストアでですね、ヘリテージオークションと検索するとアプリもダウンロードできます。今回はアプリを使ってトライしてみましたが、ネットのサイトでしたら日本語表記になるので、まあ、そちらが良いかと思いますが、まあ、アプリの方が操作性がこうポチポチといいので、今回はアプリで参加してみました。まあ、英語でも簡単な英語なので特に難しいことはないかなと思います。まずヘリテージオークションのホーム画面を開くとこのような画面になります。ヘリテージオークションに参加するには、まず名前やメールアドレスなどの個人情報を登録する必要があります。相場を調べたいだけならこれだけで登録完了なんですが、オークションに参加したい場合はさらにカード情報を登録する必要があります。使えるカードはビザかマスターカードになります。まあ、その他はご相談くださいと書いてあるんですが、まあ、なかなかいろいろ難しそうなので、まあ、その2つが無難かと思います。情報の登録は左上のこの3本線が書いてある部分をクリックすると、まずこんな感じの画面が出てくるかと思います。そして一番下のサインインから入ると、このようにユーザーネーム、パスワードの画面が出てくると思いますので、こちらから登録できるかと思います。個人情報を登録すると、登録したメールアドレス宛に定期的にヘリテージオークションの情報が来ますので、まあ、意外と便利です。そして、登録後に、ログインして、また左上の3本線のところをクリックすると、まあ、今度はこのように操作一覧が表示されます。この中で、上から4番目のマイプロファイルの部分をクリックすると、このように登録情報の確認ができますが、カード情報を入れてない方はこちらの3番目のペイメントメソッドというところからカード情報を入力するとオークションでビットできるようになります。それでは早速オークションに参加してみましょう。最初のホーム画面からまずサーチのボタンですね、こちらをクリックするとこのようにさまざまなカテゴリーが出てきます。その中からコインズ US ワールド&アンシエンツ
を選びます。そしてまたホーム画面に戻って、このように写真がいろいろ出てきますが、この中から参加したいオークションを選びます。やはりアメリカのオークションだけあってアメリカのコインが多いですが、今回は未だに非常に割安感のある古代コインのオークションに参加したいということで、こちらに参加したいと思います。なのでこのワールド&アンシェントコインズを選びまして、写真の部分をこうクリックするとこのような画面が開きます。そしてこのブラウズアイテムズか写真の部分をクリックすると、今回出品されているコインを見ることができます。このままひたすら下にスライドしていくと出展されているコインを眺めることができるんですが、上の部分のソートという部分をクリックするとこのようにソートオプションというのが出てきます。でここで並べ替えができまして、試しにプライスのハイエストファーストというのを選ぶと現在のビット金額が高い順に表示されます。そしてその中でこれはというのもあれば、そこをクリックすると詳しい情報を見ることができます。このコインは西暦198年から217年のローマ帝国カラカラ帝のデナリウス銀貨になります。そしてこのコインの写真をクリックすると写真を拡大して見ることができます。でグレードなんかも見えまして、鑑定済みのものが多いんですけど、MS グレードのストライクが5分の5、サーフィスが5分の5と、未使用グレードのほぼもう完璧なグレードのものになります。古代コインの詳しいグレードの見方については私の過去動画で、アンティークコイン鑑定済みコインの読み方っていうので詳しく解説しておりますので、そちらをご参照ください。この2000年前のほぼほぼ完璧グレードの銀貨がこの値段っていうのがまず驚きですよね。ということで早速ビットしてみたいと思います。ビットは簡単です。このコインの詳しい画面の右下のプレイスビットを押します。ちなみに左下のトラッキングというボタンを押すとマイトラックドロッツという一覧に溜まっていきますので、後で、簡単に見返すことができます。それではプレイスビットを押すとこのような画面になります。ここでこのカレントビットというのが、現在の値段で、ネクストビットが次に入札できる、最低金額となります。ここで下の入力画面に、Your Secret Max Bit と書いてありますが、マックス何円までいけるかと、何ドルまでですね、いけるかというのを入力します。ここでそれぞれの値段の下に W/BP と書いてある値段が、手数料が 20% ヘリテージオークションに払うんですが、それを含む値段になります。なので、こう、マックスビットでこう入れた値段、プラス 20% が乗ったものが、最終的に支払いする値段になるということです。で金額を入力して、一番下の緑色のボタンを押すとビット完了となります。今回は最初600ドルで一度ビットしましたが、おそらく現在のビットされている人が、シークレットビットが600ドルだったようで弾かれてしまったので、次に650ドルでビットしました。そしてこの画面になりますが、今回ライブオークションと書いてあるところに8 minutes 24 seconds と書いてありますが、ヤフーオークションなどでは直前にビットしても時間が延長されたりするので、試しに8分前ぐらいにビットしてみましたが、特に時間が延長されるということはなかったようです。そしてマックスビットが私の650ドルのままオークションは終了という感じになりました。
ただヘリテージオークションから落札した旨のメールとかが来るかと思ったんですが、特に連絡もないので親と思ってたのですが、そのままヘリテージオークションがシステムメンテナンスということで、数時間入れないような状態になっていました。で、本当に落札できるかわからないまま様子を見ておりまして、また一覧を見ると私の落札が額で止まってたので、落札できたのかなと思ってました。ちなみにヘリテージオークションの閉まる時間は日本時間の午前10時ということで、昼間ですね。なかなか普通の社会人には競り落とすのが難しいのかなと思いますが、10時数分前にトイレに駆け込んで、ビットすれば、絶対に不可能ではないのかなとも思いました。そして、マイビッツのところを見てもウィニングということで書いてあったので、落札できたのかなと思ってましたが、いざシステムメンテナンスが明けてマイビッツを見てみますと、なんとこのようになんと競り負けておりました。ということで、おそらく数秒前の直前で上を越されて、競り負けたのかなということで、今回はちょっと、競り負けたようです。で、後々メールも届きまして負けたことをお知らせいただきましたので、今回残念ながら競り落とすことはできなかったということで、落札後の送料とかですね、あと期間とかもお伝えできないですが、それは後ほどまた情報が入りましたらお伝えします。で、入札の仕方は分かっていただけたかと思います。その中で改めて分かったことはこちらです。古代コインは未だに安いというのと、登録してしまえば入札はもうボタン一つでポチッと簡単にできました。で、入札終了は日本時間の午前10時ぐらいということで、直前に入札しても時間は延長されないということが分かりました。これが一番ちょっと私にとっては大きかったかなと思います。で、欲しいものは最後の1秒でビットすべしということで、シークレットピットというのが、先に落札している方の方にもあるので、それを上回らないと弾かれてしまいますので、最後の1秒というのは結構リスキーなんですけど、数秒前にやってやり直しできるぐらいの、感覚で入札すると、落札次はできるのかなということで、ライブオークションはなかなかエキサイティングだったということで、やはり古代コインはまだ割安ですし、オークションは相場感っていうのがやっぱり身につくかなと。で、落札できなくても参加することで、相場がもう身に染みるようによくわかりますので、一度参加されてみてはいかがでしょうか。そして相場がわかるとヤフーオークションとかですね、日本の、サイトでメルカリとかでですね、コインが相場より高いのか安いのかっていうのが、だんだんわかるようになるかと思います。ということで、今回のお話は以上となります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また大変励みになりますので、いいねボタン、チャンネル登録をお願いします。それでは最後、皆様一緒にレッツコイン。ご視聴ありがとうございました。